いつの日だったかはちょっと忘れちゃったけど、あの時の印象は今でも鮮明に思い出せる。初めて会った時から君は確かに見事な青だった。
いちごパフェ、26時のマスカレードさんの君は青のままで、 AKB48 渡り廊下走りたいさんの完璧グノネでした。それではこれで最後の曲になります。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。強がりセンセーションで君が止まんない。